本当そうだな。昨日今日くらいの話だぞこれ。全く汚れてもないしね。待って今の大人に。うわえ怖い。おえ楽しいことをやっていこう。オカルトスイーパーズ。おおびっくりした。お願いします。はい、ということでやっていくんですけれども。何ですか。はい、びっくりした。何がいつもとなんか雰囲気というかなんか言うことが違ったんで。何言うことが違うっていう。楽しいことをやっていこう。ウカルトスイーパーズ。何ですか。いやそれいいじゃんね。楽しいことやっていこうっていうことでさ。すごくいいと思います。いいでしょ。いきなりだったんでちょっとびっくりしちゃった。いやなんかチャチャ入れてるからさ。チャチャじゃねえよお前いきなりだったんでさすがにこれは一回ちょっと聞かないと。いやいや楽しいことやっていこう。思いがもうこぼれただけですよ。あ、いやいやそれはもちろん素晴らしいですよ。いやもうこれから楽しいこと目白押しですよ。あ、本当に。いやイベントも近いですしね。そうかそうか。そう、北海道もありますし。おお。もう福岡も決まったわけですしね。そうね。さらに7月14日には目黒のアビールさんにて一日店長をすることに。そこでおかすいスペシャルドリンクを注文するとオリジナルコースターをプレゼント。ぜひともお越しください。そしたらバケタン、はい、おかすいコラボのわらしちゃんが発売中でございまして。すごーい。すごいよ、おかすいわらしちゃん。まあ、僕とね、うん、パルマくんのジョンタくんの、はい、ボイスでその危険なのか安全なのかっていうのを、うん、ボイスで教えてくれるってことなんですけど。すごい3人のボイス。そう、あの残念なことでサトシが入っていないというちょっとタイミングが合わずってことですよね。そうだからこの話をいただいた時がサトシが正規メンバーじゃなかったっていう、ね、そうね、その頃の話のがあって、うん、だからあの一番霊感があるサトシがその入っていないっていうね。なあ、一番声聞きたいの。そのサトシの声を探すよな。一番判定してほしいのな。一番最初に。サトシからもちょっとさ、はい、ちょっとね、わらしの社長さんにさ、ああ、ちょっと第2弾の方ちょっとお願い。確かにそうかそうだ。なんか幽霊が来たみたいな最後据えて。幽霊が来たみたいなのすげえ。ちょっとどういうこと？エグパスみたいなの。何よ、何つったの今。だからバケタンがちょっと刺して。刺して？そう。バケタン何言うてんの？分かんない。な何を指示してんの？全然。だからバケタンもし入ってたらこういうこと言いますよ。ああでも、ね、そこまでってようやく分かる。何言ってんか全く分からなかった。オカルトスイーパーズのサトシです。第2弾をよろしくお願いします。そこに霊がいます。ああ、こういうのがね、いいですね。いいですね。素晴らしい。これですよ。これこれが欲しかったんだよな。そう、サトシの声で言ってくれればわってなるわけだよね、みんな。これがもうペロリンチョとか言ってるだけでしょ。何の参考にもなんないじゃん、うん、けどね、そのやっぱ性能的にはやっぱりすごいと思いますので、ね、ぜひぜひ、お手に取ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。オカルトスイーパーズ今夜お、振り返り、振り返りですか今日は。やっていきますので、はいはいはい、こうご期待お、はい、その前にですねチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。お願いします。それでは視聴者の方からのコメントを振り返っていきましょう。ペロリンチュ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、今回はですね、はい、振り返りをしていくんですけれども、はい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 、今回の振り返っていく場所は何ですか？一番最初に AI 漫画を実装した場所ですね。実装された場所？はい。伝説の企画。伝説の企画。これが賛否両論というんだということを痛感しました。そうでしたね。AI 漫画検証とは、あの TikTok のフィルターでですね、うん、あの AI 漫画というフィルターがございまして、うん、被写体とかに映すと、うん、AI が判断してその人をキャラクターとかにしてもらえるっていうやつなんですけども、うん、 それを心霊スポットとか音がしてるところにそれを向けると、うんうん、人が浮かび上がってくるということで、うん、で何もない空間なわけでしょ。だって本当に何もない空間よ、うん、この AI 漫画を駆使して心霊スポットで検証する企画、今回振り返るのは
その AI 漫画検証の初回であるが、もう今 AI 漫画検証というのを、うん、もうプチ掃除の中にも詰め込んでいるというスタイル。確かにそんな感じか。だからまあ結構膨らんだというふうに思うんですけど、その内容自体もね、うん、はいはい、AI 漫画ファンからしたらちょっとがっかりですみたいな。なんかね、 AI 漫画検証として1本作ってほしいみたいなことなんかな、ね、で、この動画のタイトルなんですが、はいはいはい、心霊検証、そこに霊いるやん、姿形はっきりと霊を目撃、 AI を使った心霊ロケということで、これ3カ所行ってるんですかね。3カ所か。はい、その3カ所というのは府中市の3000人塚、稲城市にある有方山、そして府中市立交通遊園をそれぞれ AI 漫画で検証した動画である。見えちゃうねえか、はい、3カ所行ってるんですけども、はい、そこを、見ていきたいんですけれども、うん、まあ現象の方は結構あったみたいで、はいはいはい、たくさん、製造報告コメントいただいてますので、ありがとうございます。振り返っていきましょう、はい、まず最初の製造報告コメント、はい、ゼロニクスさんからいただきました。ゼロニクスさん、どうもありがとうございます。ゼロニクスさん、初コメです。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。22分20秒あたりで、はい、AI 漫画の画像を見て映っていないとターチャイさんが言っていますが、うん、青いロングスカートを履いた、ロングな髪型の女性が階段を上っているように言えます。言えますというふうに言ってますから、ちょっと映ってんじゃん。いや、映ってるんですか、ね、映ってないとか言ってんじゃなくて、映ってるんだよ初めて過ぎたんかな、ちょっと初めて一番最初だから。いや、初めてでも目はあるからなそうだよな、ちゃんと見てるはずだけどな、ね、ちょっとまあどういうことなのか、はい、映像見てみましょう。映像こちらです。ということで早速やろうか。お前人がいたんだよね、はいはい、口になってるよ、角度変えてもう一回やってみよう、うん、めっちゃ映ってる、映ってないね。あと、もめっちゃ映ってる、映ってないねふざけんなよお前、めちゃくちゃ足映ってたじゃん今。いやでもね、これ多分、うん、ジョンタと2人で、はいはいはい、結構100戦くらいやってきたんですよちょ、はい、何やって100戦 ?100 戦くらいこの AI はやってきたんですよ。戦ってると思ってる。若干、うん、なんかね、人にしようとその、はいはいはい、強い瞬間があるんですよ、うん、それは確かにわかるよ。だこれも、うん、その青い滑り台が、うん、をスカートと捉えて、はい、足を作っちゃったんじゃないかというふうに、ん、そういう会話をしてるわけだ多分。じゃあそうだから一人でにね、あ、一人でに自分の頭の中で勝手に会話しちゃってるから、あのでもこれはあの滑り台がスカートになって、うん、それを認識して、うん、あの足映しちゃったんだろうね。そうだろうね、映ってないな、この一瞬で多分言っちゃった。いや無理だろさすがに、これ出た瞬間ぐらい言ってたよ。だってこのこれがあった後のやつさ一瞬でかちっちゃいタージャが会議してるんですよ。さすがに、いや早すぎるって。じゃあこれをじゃあ見て佐藤氏はどう思いますかってことですよ。ああでもいるはいますよ。カドッチョだろ、うん、ほらね。じゃあいないっつってんだお前だって。いや違う違う、じゃあいないっつってんだよ。じゃあ違う、そっちほら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 じゃなくて、じゃあいないってなったらそうだよな、 いないじゃん。角にはいんのよ。そういないっつってんだから。いやそうじゃないのよいやどういうこと。気づかなかったわけじゃないの。ちゃんと足があるなと思ったの。あ、足があるね、ちゃんと頭の中で会話していないねっていう判定になったと、うん。いやでもこれ青のやつが滑り台がスカートに見えて、そうな、足に見えちゃったんじゃないかな、うん、そう思うけど、ね、長すぎるだろ。やっぱそうっすよね、長すぎるからって感じの会話が頭の中で、どう考えててそんな時間なかったろ。だってうん、いないねだったよ。だからこれね、頭の中の会話と実際の時間で全然違う。うるせえよお前って、なんかそういうふうに思った写真なんですよ。違うだろ、喋りすぎですから我々。長えっつってうるせえな。これに対してそう、1個に長すぎるだろお前。今1本目っすよ。今1本目そうだよ、もう23分やめろよお前マジで装着がわけわかんなくなるから、これで40分ぐらいで止めたらお前中身スカスカだぞ。だから次のやつからほんと1分刻みやっていけばいいそれはそれできついよちょっと。だからすごい、まあね、頼むよ。まあたまたま映っちゃったんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
いや、そうだと思いますよ。ただ角っこにはやっぱりサトシもはっきりいたっていうね。そうね、はい、いるはいるんだよね。で、うん、ちょっと俺もだからいるけどとか言えばよかったよ、ね、そう足映ってるけどこれは違うねとか言えばよかった、ね、それで済む話だったね。何が全部そうだよ、ね、こんな長々とまして、はい、ということでちょっと僕の言葉足らずで皆さん混乱させてしまいました、ということでゼロニクスさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どんどん参りましょう、はい、続いてあゆみあゆみからいただきました。あゆみあゆみどうもございます。ありがとうございます。すごいね。15分58秒、はい、近づいてくる小走りの足音はどう考えてもターチャイさんでもジョンタさんでもないと思いますが、他に誰かいましたかということなんですけれども、やばこのロケに関してはマジで僕と、ジョンタしか行ってません。うん、パルバさんが編集を終えたての時でぐらいだったっけ。正直もうロケも最小限やったと思うんですよ。そうだよね。かな。だってロケ屋自体絶対2人で行ってんだよね。もう絶対2人で行ってるね。他にだから歩行者というかがいたかどうかみたいな。もういなかったし、この時はまだマイクとかも全員いたもん ね。そうね。もう誰も来ていないので絶対にありえないと思うんですけれども、はい、おかしいですね。聞こえたらそうか、どういうものが聞こえるんでしょうか、はい、こちらです。ノックとかしてみます。ジョンタにやらせんなと思って今聞こえたな、またコンコンと。おーおー、これ今のか。はい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 、聞こえた聞こえた、がっつり聞こえてるわ。いや、めっちゃ聞こえた、めっちゃ聞こえた、ちょっとちょっとね、うん、これジョンタじゃないんじゃないか。そんな距離じゃないもんね。そう、しかもだからジョンタじゃないとおかしいってことでね、うん、ターチャイ止まってるもんね、ま、ジョンタがどういう動きしてるのかもう一回見たいから、もう一回だけ見てみよう。もう一回、はい、ええおー、でもそうだね、ジョンタじゃないね。違うね、これ本当に怖い。うん、走ってるみたいな音だね。しかもさ、なんかあの本当草履みたいな音じゃない。うん、藁でできた草履みたいな、はいはいはい、カサ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 っていうようなさ。え、なにこれ、わかんない。これに関しては本当にわかんないかも。ここサトシ映像で見ててどういう風に感じます。確かに、なんていうか、この多分カメラ撮ってる位置ぐらいのところにいるんです。はい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 。その人の足音なのかなっていう。じゃないとおかしいもんね。だって人来てたら絶対止まるし。そうか。なんだろう、絶対そうだな、絶対霊だなこれは。気持ち悪い。うん、思いっきり走ってる音ですこれは。うん、何なんだろうね。なんかその戻ってきたのか、俺たちが来たからどっかに去っちゃったのか。すごかったね、やっぱり。ここはなんか感じるんだよね、うん、やっぱありがた山ってそういう感じのところだよ。たびたび申し訳ないんだけど、佐藤さんここ行ったことあるっけ。あ、ここあります。あ、あるよ。あるか、よかった。一度あ、クラウドファンディングの行きましたね。あれ行った時はあそこはどうでした。これってあの中盤ぐらいの建物ですそう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 。あ、なんかそこになんか一人立ってる人がいたなっていうのが印象です。はあ、ここら付近にやっぱりいるんだと思うんだよな。ずーっといる一人みたいなのがいんのかね。それがあの仏様にずっと手を合わせる人なのかね、そういう役目だと思って言い続けてる人なのかもしれないし、そう、この足音がやっぱりその草履っぽい、ほんと藁でできた草履みたいなカサ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 って音がしてるから、なんか、ね、そう、いい例というか、なんかなんだろうね、守っている方なのか ね、うん、そんな気はしますよね、うん。はい、ということで、すごい発見。あゆみあゆみ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いて最後になりますが、はい、続いてミミママからいただきました。ミミママどうもありがとうございます。ありがとうございます。なんかターチャイの髪型かっこよくなってる。なんだそれ。というコメントいただきました。意味わかんねえ、お前。何採用してんだよ、お前。はい。いや、そんなんいらないんだけど。あ、これ続きやりました。清掃報告コメントを待ってるんですけど、続きやりました。あ、びっくりしたお前。なんか男性の髪型かっこよくなってる。いいよ。3分38秒、はいはい、オープニングトーク、うん、ちげえよって言いそうで、
セリフにタージャイが笑った時に、うん、一緒に笑ってる女性も笑いを分かってるっていうことです。もう女性が笑ってることは確実で、そう、それさらに分かってますねっていう、おかすいの笑い感を分かってるかどうかということを確認してくださいという。あ、よりちょっと先行ってるね。食ったようなちょっとね、はい、偉いなんですけれども、すごいな、まあ、ターチャイの髪の毛がかっこよくなってるかどうかということを一番最初に、どうでもいいよそんなところ、はい、見ていきましょう。こちらです。でこうやって自分のことを被写体にして映ると、まあ、だとこういう感じでこういうふうに AI が判断して、ちょっとターンチャイを絵にしたらもうまさにこうなるっていうところがある。相当だからクオリティは高いよね。女ができるまんまですね。うん、だから目のところとかすごい忠実に再現してるから。いやで僕は まんまやなと思うんですけど。僕はってのは何？僕本当にすごい、うん、鼻眼鏡なんて言うんだろう。鼻眼鏡なんて言いそうなの？違えよって。違うってこと？いや僕はまじ今のところですか？どうするの？こうみたいな、なんか、タチミの笑い声じゃなくて、だから俺の笑い声にかぶせてなんか聞こえる感じするんだけど。うそ。じゃあもっと一回聞いてみよう。はい。僕はってのは何？僕本当にすごい。うん。鼻眼鏡なんて言いそうなの？ちげえよって言う。え、違うってこと？え、違うってこと？いや、お前女の人笑ってるわ。嘘。うん、笑ってる。聞こえる？いや、わかんないです。盗聴じゃなくて俺は笑ってるっていう風にっていう俺の声と違う感じで、あとから来る。そうだ、ウフフヘヘみたいな感じの。お前猿やん。いやいや違うんだけど、再現をしようとしたの。いや再現をしようとしたの。お前は猿の真似したんだろ今って。そのなんか笑う、これターチャイじゃない？違うよ。いや俺は正直ごめん、ターチャイの笑い声に区別は分かります。分かる分かる、区別は分かる分かる分かる、それは分かってる分かってる分かってる。ただそれが全部ターチャイの声にしか僕には聞こえないんだけど。え、俺が何層の声も出してるってこと？そうそう、みたいな。意外と結構女性、結構女性、うん、違う声がやってきてる。ほうって僕も思いましたよ。え、さっき聞こえてないんでしょ？僕全く分かんない。分かんないってのも分かんねえよ。多分一緒、ずっとターチャイだと思う。そうそうそう、でも多分そんな感じだと思う。多分なんでいるんすかターチャイと。いやこんなんだから逆に言ってんだ。え、待って、どう聞こえてんの？ん、声が2つあるの分かる。みたいなさ。ちょっとなんでふざけんの？ふざけてない。俺真面目に聞きたいよ。俺真面目にやってんだよこっちは。俺真面目にやってます。真面目にやってる。やめてくれそれは。いやだ、どうか分かんないよ。俺はそんな気しないけどね。いや俺はこれはターチャイの声にしか聞こえない正直。はい、ということでこれは皆さんはどう考えるでしょうか。ちょっとコメント欲しいかも。コメントいただきたいです。はい、ということでミーマーさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、一番最初の AI 検証の動画、はい、まだ見てない方がいらっしゃいましたら概要欄の方に URL 貼っておきますのでそちらからご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、続いての動画なんですが、はい、続いての動画は島田さんとコラボしていきました、金山ダムの前編後編をまとめてちょっとお送りさせていただきたいなと思っているんですけれども、いや、ここは本当怖かったね。怖かったです、ここはやっぱり、うん、すっごい怖かったことを覚えていますけれども、うん、ここなんか本当にめっちゃ音聞こえたりいろんなことがあったから、うん、その心霊写真が撮れたりとか、うん、あとなんか見たことないエラーが起きたりとかしたじゃないですか。そう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 、あれめっちゃ怖かったけどね。ね、やっぱり何かあるのかなと思うんですけれども、はい、どんな清掃報告コメントいただいてるのか、はい、見ていきましょう。うん、まず最初はあゆみあゆみ、2回連続でありがとうございます。ありがとうございます。19分1秒くらいから数秒すでにそばに誰かが話をしていますよね。ほう。後でゆっくり、また見てみますということなんですが、はいはいはい、ちょっと喋ってるらしいですね。喋ってる。ただみんな何人かで行っているんで、うん、まあ、声誰か喋ってるメンバーなのか、ね、はいはい、気になるところですが、うん、どうなんでしょうか。こちらです。はい、
元気出してみたいな感じで治ってください。そうだね、めちゃくちゃ、めっちゃ綺麗ですよ。今日ぐらいに置かれてる。これ本当にジョンダの言うより思ってる以上に新しいわ。うん、マジででも本当そうだな。昨日今日くらいの話だぞこれ、うん、全く汚れてもないしね。待って、今の大人に、うんうんうん、なんか喋ってる感じある、ね、あるあるある。若干マイクの声に似てるなと思ったんですけど。あ、嘘、なんか何言ってるか全然分かんない。何言ってるか全く分からなかった。え、どうなんだろう、ちょっともう一回聞いてみようか。はい、もう一回こちら。はい、本当にジョンダの言うより思ってる以上に新しいわ。うん、いマジででも本当そうだな。昨日今日くらいの話だぞこれ、うん、全く汚れてもないしね。待って、今の大人に、うん、うん、はい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 、ごめんなさいね、うん、こうタラタラタラって垂れてこない。うん、昔俺ほんとそれよくあったんだよ、自分の意思に反してとフーってこう。わかるわかる。ああ、もう俺のせいかよお前が止めてたんだ次何のシーンだ、何をするいや、2回目聞いたところ聞いたの、うん、いやすごい聞こえたよ、本当に聞こえたよ思い出したけど全部。いや、違う、なかなか今でしょ、変な感じになってるから今。めっちゃ面白いってやつ見た。いや、だけど超聞こえる。うん、何を喋ってるか。でもなんかマイクっぽい気もするんだけどね、声質はね。そうそうそう、声色はちょっとマイクっぽい感じはあるんですけど、うん、ただマイクもたまにな、何言ってか分かんない時あるもんな。あるあるある。だそれをちょっとこう音をちっちゃくしてただけなのかな、もしかしたら。ないけど、この時ってまだピンマイクとかないよね。はないね、多分ついてないね。そうね、なんだろう、なんかマイクの声の気もしてきたんだけど、ね、するんだけど、うん、違う気もする。サトシさんはどう、ここはどうですか。今は分かんないですけど、やっぱよくいる場所なんだろうなっていうのはあるんですよ。はぁはぁはぁ、それはちゃんとあの感じ取れる。はい、うん、まあけど本当サトシには申し訳ない、ないけど、うん、あの俺たちでも分かるくらい怖かったのよ。確かにそうね、雰囲気的にな。そう、いるっていう思う感じよね、うん。いや、これちょっとサトシさん、もうここ来たいな。おぉ、いや、ちょっとここ行きましょうか。おぉ、うん、リベンジ。そうね、いやでも本当ブツブツ喋ってる感じはありましたからね。ありましたね、はっきり聞こえました。はいはい、ということで、あゆみあゆみどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いての戦争コメント、ちやきちからいただきました。ちやきちどうもありがとう。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。19分56秒から19分58秒あたりでも、はい、うん、帰れ言ってますね。え、帰れって言ってるっていうね。やば、終わりじゃん。だから前にもちょっと前にも入ってたんだろうけど、うん、まあ今回そのテロップ フォローなくても聞こえましたよってことじゃないでしょうかね。はい、やば、いやー、やっぱり帰ってほしい例が多いのかな、俺たちだけのところっていう。邪魔しに来んなみたいなことなのかね。ね、あなたも聞こえますでしょうか。聞いてみましょう。こちらです。変な音だな。行きましょう。あの千羽鶴一本だけだな、気になるところはね。まあ、今テロフォローが出てましたけども、その前にも聞こえるってことか。ちょっと聞こえなかったな、ちょっと分かんなかったね。これイヤホン推奨かのパターンですか。56からえ、聞こえた。嘘嘘聞いていいですか。じゃあちょっと聞きます。俺もおお言ってるわ。言ってるよね。言ってる言ってるむちゃくちゃ言ってるわ。
あの千羽鶴一本だけだな、気になるところはね。そう、聞こえないっていう方もイヤホンで全力で聞けばね。で全力で聞かなくても分かる、分かる、ね、いやそうね。いや確かに聞こえましたね。聞こえました、すごい、すごい声聞こえました。うん、はい、ということで千秋吉さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてが最後の精査報告コメントとなります。はい、続いてグッチーからいただきました。グッチーどうもありがとう。ありがとうございます。グッチー15分50秒のところで、はい、入り口の左側に顔らしきものが引っ込んだように見えました。はぁ、顔の向きも横になってて鳥肌が止まらないし心臓バクバクしてます。やばいじゃん。顔映りました、おかすいの動画に。とうとうもうね、引退です。になるんですか。はい、顔が映ってますから。そうだよな、おかすいの動画ついに映りました。映りました。引退できるのかどうか明らかにどっからの声とかじゃなくて自分の中から聞こえる笑い声みたいな。何これ。左側ですね。うん、これさ、やっぱり階段聞いた先入観でこんだけ怖いのか。うん、そうね。あの中入ったらね、怖さがちょっとレベル違う。まんまとあったみたいな。本当に怖い。うん、見ただけで怖いもん。わかったな。でパルモ。わかるわかる。一瞬マジ超怖かったよ。どういうことですか。なんか顔みたいなのがで引っ込んで。怖い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 。やばい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 。え、これマジ怖い。ほんと怖い。何これ。え、誰かいるとかじゃなく、これもう一回聞きましょう。ちょ、見え方マジ怖いけど、これそうね。あの中入ったらね、怖さがちょっとレベル違う。まんまとあったみたいな。本当に怖い。うん、見ただけで怖いもんだな。これね、これ何、これ影じゃないのか、違う、何なの。あの上の方にぴょこんといるのよ。化学班のジョンタを加え動画を拡大しスローで再生すると、いますよ。おお、え、多分影じゃないですか。あ、影じゃないですか。まあ影にも見えなくはないんだけど、正直ね。だからこの黒くて真ん中がこう白くなってるから余計顔っぽくは見えるね、なんかね。そうだよね。うん、何の影ですかこれは。ただ何の影か分かんない。何の影、何の影。みんなこのハンディのやつ持ってるじゃん。そうね、それぞれみんな持ってるよね。そうで、多分 あれぐらい濃く映るのであれば、その入り口付近あるじゃないですか。入り口に何か知らないとあんな濃く映んないと思うんですよ。そうね、手前とかやったらもっと大きく影映りますし、うん、マジで分かんないですか、ね、どっちにしろ変な存在なのかもしれないよね。そうか。はい、ということで、はい、すごい恐ろしい、ものを発見してください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでグッチーさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、でこちらの島田さんとのコラボ会、まだ見てない方がいらっしゃいましたら、うん、概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、はい、振り返ってきましたけども、はい、なかなか怖い発見は多かったですよ。ちょっとすごかったですね。最後のカーソー帰れもね、そうだし、やっぱ島田さんのところはやっぱりなんか起こるね。やっぱそうだな、すごいと思う本当に。すごいところを紹介してくださるね、毎回 ね、うん、いやまたちょっと島田さんとのコラボもしたいですよね。おー、確かに。サトシが、うん、島田さんにはどういう風に、お、思われるのか。おお、確かにね、気になるよね。締めまですっつって紹介して、うん、島田さんすごい厳しいからあ、そう、ご挨拶とかね、結構厳しいからね。あ、そうでしたっけ。でパルマがちょっとあの足組んでこうやっていつもみたいにこうやって携帯いじってこうやってやってたら、うん、収録中ずっとそれ言われてました。めちゃくちゃいじられてたそれも全カットだ、ね、売れてますからねとかやめろっつうの。であそこをそれで本当にカットしてるってことは、うん、本当に思ってた本当に本当に不快に思われてたってことだな。っていう可能性がめちゃくちゃ嫌われてるってことだな俺な。やばいよマジで。
いや、ちょっと待ってくださいよ、そんな売れてないっすよ、いやけどね、とかって、いいくだりだって全カットだから、ね、本当にお気に召さなかったんだから、ね、本当に怒ってた可能性が、本当ごめんなさい、許してください、島田さん、また呼んでください、お願いします、お願いします。以上、おかすいでした。あれ金山ダムにサトシ連れていけと思った、そうなると、うん、チャンネル登録と高評価ペロリンチョ。